トレビゾ公爵、エドアール・アドルフ・カジミール・ジョゼフ・モルティエは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期の軍人、帝国元帥、7月をお期に首相を務めたが、在任中に暗殺された。エドアール・デュビュフによる、肖像が、1844年、1768年2月13日、加藤カンブレジで生まれた。1791年に陸軍に入隊した後、 フランス革命戦争の1792年と1793年戦役では、フランス北東国境とネーデルラントで戦った。その後、マース川、ライン川方面で戦い、1799年に、旅団将軍、ついで同年に、四団将軍に昇進した。1803年のハノーファー選定高流進行での活躍により、1804年に、 ナポレオン・ボナパルトによりフランス元帥に乗された。1805年のウルム戦役で大陸軍の一軍団を率いてデュルンシュタインの戦いで戦功を挙げ、1806年にはハノーファーやドイツ北西部を転戦、1807年のフリートラント戦役にも参加した。1808年にトレビゾ公爵に除され、直後に半島戦争に参戦して、 マドリードの再戦領に貢献。1809年11月には、オカーニャの戦いに勝利した。1812年から1813年にかけて、皇帝親衛隊の新山親衛隊司令官を務めた後、1814年の第6次大仏大同盟戦争では、公衛部隊を率いた。1815年の100日天下において、フランス王類18世が逃亡すると、 モルティエはナポレオンの部下に復帰したが、ワーテルローの戦いでは病気により参戦できなかった。第二次王政復古の後は一時失脚したが、1819年に貴族院議員に復帰、1825年に聖霊勲章を授与された。1830年から1831年まで在ロシアフランス大使を務め、1834年には、 首相権力軍大臣に任命された。しかし、1835年7月28日に、国王ルイ・フィリップ一世に同伴して、沿平式に出席しているとき、コルシカ人の革命家、ジュゼッペ・マルコ・フィエスキが、タンプル大通り50番地の家に仕掛けた、小銃25丁の一斉発射により暗殺された。1827年1月24日、オーストリアの外交官、 アントワーヌ・アポニーが大使館で開いた着任パーティーで、彼とトラント公爵、ジャック・マクドナル、レッチオ公爵ニコラ・オディのダルマティア公爵、ニコラ・ジャンド・デュースールとは、メッテル・ニヒの指示で、それぞれオーストリア、ナポリオ国内の地名に由来する爵位を省略し、紹介された。この無礼な振る舞いに、彼らは直ちにパーティーを退去、翌日新聞報道された、この事件は、 パリ市民の怒りをもたらした。ありがとうございます。